弁当タイムです。エビチリ弁当、はい、どんな感じでしょうか。ね、あったかいですね。まあ、コロシ食べなさい。お前が言うな。私のおごりなんだね。決まってんの。いやーでも今回はね、魚拓さんさすがに厳しいとは思うんですよね。早っ熱っ。いや俺の多分ね、素材取りみたいなのでちょっと空いてます。おいしい。アクアクで超おいしい。熱々でおいしい。いただきます。納豆だと思うだったな。納豆嫌いな人でも多いですね。多い。生まれどちらなんですか。埼玉です。あんまり、家族はみんな好きな。今時関西だから納豆苦手とかあんまないと思うんですよね。すいません、エビチリの話してもらえませんか。そういうコーナーなんで。そうですね、はい、エビチリ衣あったね。ありましたね、衣バージョンでしたね、これね。やっぱ苦手だわ、エビチリ。あれあれ美味しい、うん、美味しいですよね、うん、これ2万払うのこれ。2万もいかないです、大丈夫です。1万6千円っすよ。負けたくねえ。納得いかねえ、俺これで1万6千円とか7千円。やっぱ好きじゃねえもん、エビチリ。やっぱりどうすか、滝沢さん。今んとこライバルですけど、その言葉を受けて。いや、ライバルは違います。あ、ほっか、ほっか。サンチャサンチャサンチャ。ほっかほっか。そんな変わってねえんで、うん。うわ、しかもこれちゃう、グリーンピース入ってるよ。全然いいよ。絶対払いたくねえ。絶対払いたくねえ、俺。グリーンピースぐらい食べれる。マジかよ。キムさん、グリーンピースとキュウリだけがダメなんだよ。あ、キュウリもダメですか。あれ、キュウリ、ごめんっけ。キュウリあんま、うん、これそうだっけ。グリーンピースも絶対ダメ。そうだっけ。まあ、あいつと、あのライターと同じぐらい嫌いですね。さあ、果たして、誰が、ね。この弁当代を払うんでしょうかというね、後半戦の密造への戦いにご注目いただきたいと思います。はい、そうです、そうです。頑張りましょう。ナンパさんっていうあのハイスターのあの人のバンドというやってるやつの T シャツ、いや今日思いっきり被るとこだった。これは何ですか。ブラックです。先週見に行ったやつ。やっぱそれ行ったら買うんですか、 T シャツ。買うやつと買わないやつ、はい。かっこ悪いやつ買わない。この日は買わなかったんですけど、うん、あ、これは買わなかったんですね。あの、そういうやつ。いやいや、かっこ悪いやつ買わなかったんですね。そういうわけですね。そういうわけですね。そういう感じですね。そういう感じだったよね。違います。で、バンド好きなバンドと嫌いなバンドあるから、人ってね。まあ嫌いっていうか、うん、すごく T シャツ買うぐらい好きってことですよね。もう嫌いじゃない。ええ、まあそういうことですよね。嫌いっていう、嫌いなのにいかないじゃないですか。いや、一番最初出したかったよね。ナンバーさん、ナンバーさん、もう一番最初。いつまで喋ってんだよ。いつでもどうぞ。ずっと待ってる。あ、そうなの、どうぞ。割って入るじゃん、いつも。そうや。第19回オキトーク独のマージャントワイヤルリターンズ5回戦の始まりです。よっしゃ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 。誰も手を合わせてくれないですね。そうですね、俺と酒井さんだけで仲いい2人になったね。いい年して寂しいよ、熟年コンビ。ちょっと手握ろうとしたもん俺。乗ってこねえから、乗ってこねえから。若者2人が乗ってこなかったです ね、まあ、若者え。いや、若者っす。若者じゃないですかね。どれぐらいでいくっすか。38です。そんな変わんないですよこれ。いやいやいや。さあ、それでは、今回もちいちゃの滝沢プロからお話を伺ってまいりたいと思います。滝沢プロ、はい、ここまでマイナス 44.9、はい、前回はやられちゃいましたね。やられました。しかもこうグッとくる感じだったんで、ね、点数もそうだけど、まあまあのダメージカウンターで食らうようなね、はい、さあ今回はどうやってねリセットしてきたんですか。もうそのストレスを感じないように当たっても何があっても普通に自然に打ちます。もうそれが自然じゃないんですよ。滝沢さん、それは言葉に出した時点で不自然なんですよ。もう、はい、言葉に出してる。おい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 、 E に落ちようってやつがこの野郎。 E リーグな B リーガーに意見してんのか。いつまで B リーグか分かんねえじゃねえかよこの人は。
そんなのいいんだよ。俺は応援してるよ、タッキーのことを。ありがとうございます。お願いします。頑張ってください、はい。そして、なんちゃら魚拓さん。やばいですね、久しぶりですね、この感じ。まあ一応ね、近場にお二人いらっしゃいますよね。そうなんですよ、この二人。いやでもやっぱここでああじゃないですよね、やっぱ上見たいですよね。なんでちょっとトップ取って、はい、もう展開も寒いし順位も寒いし、まあすげえんですよ風が。直撃するんですよここ。もういろいろ寒いですけど、ここはトップを取りに行きたいと思います。わかりました、よろしくお願いします。そしてシャーチャーが坂井さん。はい、こんにちは、ベストさんでございます。坂井さんがマイナス 62.3。 はい、なんかね、でもあの場所が変わったんで、なんか気分も変えて、初のシャーチャーですね、はい、はい、まあちょっと気分変えていけるんじゃないかと思ってます。ここまでの参戦のなんか手の入らなさそっぷりがちょっとね、ひどかったんで、今日坂井さんつまんないんだろうなと思いながら僕見てますけど、はい、もうタッキーがもう次、ね、その場所だから、その場所さすがそうなりますかね。そうなれって思って、はい、頑張っていただきたいと思います、はい。そしてペーチャガー青山さん。はい、お願いします。お願いします。プラス 66.6、 全6です。6全6設定6です。オーメンじゃん、オーメン。頭見るか。いや今回でもしかしたら沖さんのポイントを超えるかもしれない。まあそうだ ね、 ね、そういうチャンスもありますよ、ね、頑張りますよ、はい、はい、頑張っていただきたいと思います。それでは5回戦入ってくのスタートです。お願いします。そして実況席にはトーナメントリーダー奥さん、こんにちは。いやいやいや、全黒もそうですけど、全トップ…あ、違うか、4戦3トップ1112って僕初めてですね。いやいや、ロワイヤル史上順調すぎますね、順調すぎますね、これはね、はい、本一局したら、さあ誰が沖さんの2番手に挑戦権を得るのか、そういうことです ね、 ね、楽しみでございます。ちいちの滝沢、ダブトンが統一、ドラがちょっとないんですが、まあまとまってるかと。ほうほう、ペン3腕が埋まるか別の方に持っていけるかというところですね。そうですね、肩何度見るか、これ被るの、これで被る、被ります。手配をあのラインに置いてください。いやライン置いてあったよ、2センチ右でしたよ。いや、いや。娘に怒りますよね、言い訳しないって。はい。青山さんもでも2面です。どうですか、カジヤンから見て青山さんは普通に、ある程度普通なんですか。形に弱いところは確かにあるんですけど、はあはあ、アリアン面とかがね、なんかダメだって、ね、5567とか言ってましたけど、はい、あれが分からないのはちょっと意外な感じもあるんですが、はいはいはい、うん、まあ、やっぱり天杯ってちゃんと分かれば、うん、あのリーチもすぐかけるし、今日はね運気が多分青山さんは全然あると思うんで、そうですね、はい、上がれてるのがやっぱりそうですよね、うん、でかいですよね、チートイチ、シャンテン、チートイにするには例えばローピンとか、ローピンときましょう、うん、初短期でリーチをかけたいとね。失礼しました、失礼しました。ダブトン泣けたじゃん、ラッキーじゃん。ドラが1枚欲しいとこですね、まあ赤でも、そうですね、どっちか来れば打点十分、うん、あ、ウーピン切った。多分アイサンワンをポツンと右端に置いてるってことは、うん、でウーマン引いたらカンチャンかなとかそういう感じで、あ、なるほど、なるほど、2334っていいね、簡単なようで難しいから、はい、うわ、これでいい形になった。77のイーシャンテン、滝沢さん流れ変わったんじゃねえか、これどうだ、すんなり上がれるかどうか、喋んないな、きた、うん、まあこれは嬉しくないが、サンキューですか、はい、勝ってる、まあトイトイになる可能性もありますし、そうですね、レアンデータポンします、ちょっとしづらいですけど、ちょっとしづらいですね、両面だから、あの急走回りと数万回りがもう自分で切っちゃってるんで、なかなか、なるほど、麻雀って短期含みの一人じゃできないじゃないですか、うん、できないね、だからやりたくてもなかなかできないでしょ、寂しいこと言うね。まあトイトイにするっていうよりは、例えば急走なり数万、あ、これ缶するとか、缶
うん、おこれでリンシャンとカンドラネラですね。なるほどなるほどなるほど、はい、これで4パーからの、なるほど、はい、まあ、あと赤ウビンでもねありますし、あれドラドラになったじゃんキムさん、おなりました、ね、超勝負手になりました。青山さんもドラ3、はい、あれ酒井さんもこれねリーチで裏ドラ2つ見れますから ねでかいですね、すぐリーチかけたいですね。青山さんインシャンテン頑張れ。酒井さんのパーキンがもしかしたら危ない、危ない4800、よく見てる、これは1枚切れだったんですが、切りましたね。パーピンちょっと嫌な感じがしてるんでしょうか。ですかね。うーん、確かに序盤に数ピンポツンですからね、はい、一応裏筋で、あーこれどうする、パーピン切れないですね、やっぱりちょっと打たない感じですよ ね滝沢の、まあ、うん、大民間もしてますしね、はいはいはい、あー、来た来た来た、カン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 で数ワンカンしたら三カンツやん、出ます、めったにないありますね、めったにない、あーリーじゃん、うわー来た、これは16、16、4000オールです、そうですね、マンガンで4000オールですね、はい、はい、16、16、おー決まりました、完璧に決まりましたね今ね、お、あーこれもうこの第一ハイパイのブロックで来てますね、はい、これ決めたい、はい、これをちゃんと上がりきって、そうですね、5800でも何でもいいからトップを決めて、あとはあとはもう素点をバンバン叩いていくと、ね、4万点持ってる親がリーチかけたらちょっと逆らえないですね、ないですね、特にトップ戦の場合は、お、お客さんもまずまず神ハイパイ近い、酒井さんもまあ悪くないですね、悪くないけどなんか他の2人に比べると見劣りするような、りょうちゃんはまあまあ、まあ、持ってるんですかね、ちょっと分からなかったですけど、キムさん今日調子悪いっすね、あの手は来てるんですけど、はいはい、一番ダメなパターンじゃないですか、そうですね、競り合って負けてる感じがね、はいはい、だから結構フラストレーションたまるような、あこれパーマン9万落として、1番落とそう、まあそれでもうん、うん、まあ白が出そうですからね、これブロック、お山のコースが見えてきましたよ、はい、酒井さんもこういうのはおでも残して、酒井さん俺この形になったら多分上がれないって、もうすでに受け気味に打ち始めますね、はい、4間だったらすごいですね、真空の場所に宇宙にいるんじゃないかっていうような、珍しい、泣きました、これでちゃんと、これちゃんと89、あいいですね、よし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 、外から切った、あこれもう泣けるか、あ、本店なんだけど、これなんですよね、これですね、多分今目が手配に行ってて、行ってたんで、多分まあそうですね、声出なかったですね、あ、チーソってもしかしたら次ぐらいに気づくかもね、うん、そうですね、もうパーマ切っとこう、うん、そうねえ、ね、このセット感満載なんですけど、ね、ちょっと、ね、完全にあの番組じゃないよ、ちょっと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 した知り合い呼んでセットを出してるんじゃねえ、そういうんじゃねえし、レオちゃん麻雀できるっつっておいでっつってレオちゃんじゃねえしな、全くツモが効かないんですけど、はい、何なのさ、でも3青山さん、うわー難しい、急走、いや私嬉しいですよ、酒井さんがレオちゃんって呼んでくれるの、なんか仲良くなれた気がしてでもお前は小さな泣き忘れてんだぜ、木田さん初対面だし、あお前のだね、あ私のまあでも聞いそうですけどね、これタッキーで、うんうん、ポンできるか、あポン、あこっちが泣けた、ね、リカバリーです、よかった、あちょっと待ってドラゴン、ですね、はい、まあ値段は変わらないんですけど、あこれ悩んでイーワン切りとか超盲点ですよ、他の人からしたらナチュラルシャミゼみたいな、そう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 、だからで酒井さんでしょ、酒井さん、酒井さんじゃん、こっちのチピン、なっちゃういずれ危ない、いやこれ今危ないですよね、パーピンないし、パーピンないのか、ポンされてて、でも一旦まあ赤固定のですね、その後ですね、パーピンないのか、
ポンされてて、じゃあ数ピン切るかもな、ゴロチを一応見て。そうですね、はい、いずれにせよりょうちゃんで年じゃないですよ。そう、3個もあります。どうするよ、高めに打とるか。いやー、さあ、しかもリーチ、それやりすぎだと思うよ。ただトーンは2枚とも生きてますから。生きてる。あ、これがロン。あ、そうだね、リーチは現物だったんですね。現物だったんだ。はい、ハクドラさん、ドライオン。あの、負ける日ってこんな感じです。そうですね、はい、こんな感じです。魚拓さん大ピンチです。スーパーピンチです。青山さんがおつやみたいな顔になってます。逆にもうキムさんの顔を伺って今かわいそう、かわいそうだろう。ほら上がってんのに今合唱みたいにしてる、すいませんみたいな。かわいそう、怖っ。やっぱキムさん手がタンヤオにまとまってましたね、今のも ね、 ハイパイから。うん、だから上がれそうな感じなんだけど、うん、まあ、うん、競り負けるっていうね。結局一巡前に切ってようと何してようと、もうあれ無理ですもんね。そうですね、ね、うん、しかももうパーピン使えないから強制的に余らされるみたいな。さあ青山さん、一メンツと両面。さあ頑張れ、うん、まあまあいい感じですね。まあまあいいですよこれ。木沢はまたまたトントイツ、うん、あ、酒井さんはやっぱ形が良くないですね、うんうん、こういう日やんだよな。普通でもなんて呼ばれ、青山って呼んでるでしょ。はい、ずっと青山最初から。はい、まあ、あだ名がどうでもいいですね。もうマージャン、マージャンで漫画上がった恨みがもうすごいことになってんぜ。これはもう仕事の時の女子は、うん、だいたい名字です。ああ、ごめんなさいんで。そうね、酒井さんが逆にホスト役になってくれてるから申し訳ないわ。一応メイン MC の一人として。ね、でまあそのじゃね、まあ女性ですよ、女の子じゃないですよ、うん、で涼ちゃんっていうのはちょっと違うじゃないですかね。多分年下すぎるからじゃない、そういう意味でも俺からすると。えいやいや、まあいいですよ、ギリ娘。でも涼ちゃんはないじゃないですか、言われてる方も恥ずかしいですよ。そう、うん、じゃあなんて呼べばいい。だからそれを考え、あだ名を考えましょうって話ですよ。なんすかね、なんかでもなんかいい、いいありますか。俺ジャンボがいいと思うんですけど、ね、やだよ。バカじゃねえの。なんかありますか。普段なんて呼ばれてんの。親にはりょうって呼ばれてんの。りょうちゃんって呼ばれてます。ちゃおたんじゃねえよ。いいじゃない親は。親はちっちゃい頃からだから。いいじゃんって。ほらりょうさん頭いいでしょ。返しがね、いちいち普通の人の 0.5 秒ぐらい早いですよ。早いですね。すごく喋りやすいんですよね。いやもうジャンボが頭が。いやジャンボダメですよ。何、失礼ですよそれ。前がったじゃない。なんかもうどうでもいい居酒屋の会話じゃねえこれ。ないですかね。はいはいはい、早くじゃねえわ。あーどうだ、あー来た、あ来た、あ忘れてこれ、あって言ってたな。お前が忘れませんからじゃねえか。しかしこれで続々と、そうっすね、打ちやすくなっちゃいました。でもずっと俺多分最初からりょうちゃんって呼んでない。そうですね、うん、お前してんじゃねえか。お前もう一応酒井さんあの手がイーシャンティーに今なんかなんですよね。ちゃんとなってピンから引けばピン、ローワン早めに切っとくよりょうちゃん、うん、かっこいいのがいいです。かっこいいどこで出しても恥ずかしくないみたいなやつがいい。そのためにはそのあなたのそのなんていうの、趣味とか、うんうん、特技とか、うん、なんかそういうの知らないことには
そうですね、趣味は目指すのは何、上沼恵美子か、え何かなってね、武田さん興味ないですか。いや、ずっと考えてたんですけど、はい、なんかお守りのイメージがすごくて、自分のあそれがお守りちゃんお守りちゃんお守りちゃんどう、なんでお守りちゃんなの。ジャンボよりはいいですけど、じゃあお守りちゃんでいいじゃん。聞かれるじゃん。だからそう、聞かれたらなんで答えようか。え、お守りちゃん、いや、なんでお守りがちょっとありまして、なんで体の中にお守りがあります、ね、俺もそこからもう頭の中もずくになってるんで。なんでもずくちゃん、もずくちゃん、もずくちゃんじゃないけど、うん、もうなんでって言われたら、サンパピン固定しました。そうですね、いっぱい。なんでお守りちゃんなんで、膝もちょっとこっからちっといつきなるんですね。いいんじゃないかな。キムさんもまとまらないなと、もちもちだし。どういうことお守りちゃん、あの下の毛をお守りにするっていう。下の毛ってどこの毛。え、もうちょっと本当に嫌なんだけど。ちゃんと違う、だってここ来てから私さ、なんかもうお守りの話しかしてないから確かに、ね、じゃあしたい話すればいいじゃん。いいよ、しない、しない、すればいいじゃん、すればいいじゃん。何、何なんすんの。犬飼ってる、犬、犬、バカ犬の話か。なんで、するよ、やれよ、やれよ、やれよやれよやればいいじゃん。何パワハラとセクハラがもうダブルで来てますね、これね。嫌ですね。よくりょうちゃんずっと一緒にやってるよな、そのテンションなんで今チラッと俺のこと見たの。守ってくれそうだなと思って、今日はいけんじゃねみたいないやー、切りづらいけどもうしょうがない。パスをすら引かないってね。カンカン、あ、リンシャ引かないって言ったんですね。カンですか。リンシャ引きました、引きましたね。リンシャ、お、キムラさんもパーピンいいですよ。いいですか。いいですね、パーピン。ひょっとしてバッチンありますよ。山さんですか、これ。そうですね、バッチンは酒井さんしないですから、うん、しなさそうですね。スッと置きます。惜しい、惜しい。でも今の所作で若干ピンズが危うくなったな。ピンズっぽい、ピンズっぽい雰囲気がほんの一瞬出ましたね。やっぱり上がりたいですからね、どうしても力がね。そう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 、若干ね、もうパイが近いところが、そう、ここだ。あー、パーピン。あと2枚。もう木村さん多分ダメじゃんこれ。ん？パーソーがドラで切りづらい。リーチは。4層切っとくか一回。うーん。3層早いからと。いや、まあもうないですかね。ないっすか。はい。何だったんだろうあの缶は。あれ？テンパったんじゃねこれ。読めました、やっぱピンズが嫌っていうのはね、うんうん、親は酒井さんになります。はい、酒井さん復活なるか。体が老僧悪くなさそうよ。いいですね、並びは相当いいよこれ。いける。まあ、うまくドラあたりを引いて最高で6チッパまでになるとね、もう一目に去らない状態ですから、まずもうダブトンがスッと出たらパン。ダブトンはもちもち、え、ですね。滝沢とここだ、本当だ。 あらら、上の3色もありますが、まあトップ目なんでリーズもドラ1とかでも全然、うん、そんな無理はね、しなくていいと。酒井さんにとってただこのトンがもうすでにないのはちょっとね、うん、なかなか。でもトン頼みにならないかな。まあちょっとわからないですね。顔面をサクサクと伸びて伸ばしていけば、トンがヘッドになる気が。そういえば酒井さんもないですね。何が、あだ名、うん、ルーキーって言われると。いや、ルーキーって呼びづらいですよ、これは。これは呼びづらいですよ。何でしょう、あだ名、あだ名、あだ名、あだ、何、酒井さんだからな。ハゲ
それ直接すぎるだろ。酒井さんハゲてないっしょ実際。あ、テンパイリーチだ。あ、ボスリーチ行く、行きますよ、行きましたね。トンド初のシャンポンリーチ。トンリューシャンポンはもうリーチ行きたいっすね、これね。この順目ですからね、順目も早いしポロリもありそうだし、うん、これ最悪酒井さんが弱気になってありますね、うん、トン落としてローン。でもコーヒーのボスと間違えちゃうときはあるんじゃないかな、もしかしたらね。そうか、それは困りますね。缶コーヒーとか思われたら勘違いしちゃうじゃん。どっちでもよくね。どっちの何飲むのボスっつったなってなったら困るじゃん。だからボスはまずい、ボスはまずいよ、まずいな、ちょっと。ドンドンか、いいね本当かよ適当だろ完全にどうでもよくなってんだろ。ドンなると今度静かなるドンともこう勘違いしちゃうねえ、ねえ、そこはさ、ダメですか、ね、その勘違いは。それはちょっとやっぱね、ドンはまずいよ。そっか、うん、カツはまだ山に2枚ですか、ありますね、はい、2枚いきですね。今日たくさんはでも追いついてきましたよ。だんだん形になってきた。あ、これだ、これ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 なんだよ。5000人、うん、あ、棒には 5号、はい、そこっすよね。まあうまければうまいほど、まあああやって回りたくなりますもんね。回って他にヘッドを作って単品移行しますよね。もうちょっとストレートに手がね伸びて、うん、そう伸びてればもう、うん、リーチ行っちゃうんですけどね。これで滝沢がトップ目で4万点オーバー、そして青山さんのラス親というね、はい、今シーズンね、奥さんもそうですけどラス親が強い、強いですね、うん、一発幕にもありますよ。ただちょっと酒井さんが気になるのは痛恨ですよね。そうですね、ある意味、うん、頑張ってほしい。まあキムさんは今回はビリでいいでしょうたまにはね、うん、ビリを取って弱者の気持ちを分かってほしい、ね、はぁ、腐って、いや厳しいですね。チートイツドラドラとかなんかね、はい、そして親番の青山さん、滝沢さんがいい、いいですね、並びは。キムさんはやっぱいいけど伸びないですね、相撲がなかなか、うん、そうですね、なかなか伸びない。決着ついてませんよ。ボスはダメ、うん、ドンはダメ、うん、なんかあります？ちょっと思いつかないです思いついてんじゃないですか実は。本当は実は誰か女子プロが高橋さんのことタッチャンって言ってましたけどね。本当ですか。濁音が入ってた方がいいですよねどういうこと。いやいや、だってそれボスもドンも入ってんじゃねえか。いやいや、だけどそれ勘違いしてるじゃないですか。だってあれですよ、何あれですよ、どうかな、ドーンドーンって呼んでロンと間違えてゴロンみたいなこなりかねないですよ、それドンは。やっぱりね、それはなりかねないですよ、本当に。今この場だけじゃねえか、そんな話は。いやいや、だけど、うん、フリーで行ったりとかしててフリーで行ってて、全然知らねえやつにボスとかドンとか言われねえだろ。遠目に、遠目にドン、ドン何走ってきたの？ドンみたいな。いやいや、あれじゃないですか。それ何を言うとるんだね、あなたたちは。だってイラッとしますよ、ちょっとボス買ってきてとか。え、ボス嫌いなんだけどとか、あっちに来るじゃないですか。いや、来ないだろ、そんなの。いや、ありますよ、あるんで。何、酒井さんのあだ名の話をまだやってんのこれ。そういうことですね。ああ、そういうことです。いや、濁音が入った方がいい。あの、今昔ほらあのホールって濁音が入った方が流行るって言われてたじゃないですか。そうだっけ。だからそういうことガイアゴードンとかそういうの。あ、うん、そうです、そうです。なんか「ん」がついた方がいいとかっていうのもあるじゃん。じゃあ「ん」と濁音ですね戻っちゃうやつ。ドン全然落ちちゃった。ドンになっちゃったじゃないですか。ドンから一緒に習いましょうよ。だから2文字じゃなくてもいいですもん。何うんと濁音、うん、ダンプ。あ、
うん、あ、うん、入ってた。入ってねえじゃん、ダン、うん、うん、ダン、うん、うん、ダンも入ってます。ダンも入ってますよ。ダンプ。ダッサくね？ダッサくね？いや、そんな。ダンプって呼びたいよ、俺のこと。ちょっと言ってみ？一回ダンプで言ってみて。一回ダンプで行く？一回ダンプで言ってみて。どうしてもおかしいやったら、まあまあ。いや、もうすでにおかしいよ。はい、切ってダンプ。ずっせーなー。ダンプ切りました？ダンプ切りました。これ言えないっすよ。だんだん馴染んでくるんですかね、こうやって。もう、リッチ。ほらー。リッチ。リッチいける感じですね。これはもう流れに身を任せて。あやだ、タッキー。ゴールインですね、おそらく。あとは、青山さんが、追いつく。追い越せるかどうかですよね。ちょっとまだマンズまとまっていないんで、なかなか難しいですかね。相当強いですよ、イーソー、チーソー。イーソーは場に2枚でしょ。2枚、スーソー1枚、2、3、スーソーが1枚とチーソーが2枚とイーソーが2枚か、5枚、5枚もいるでしょ、うん。しかも皆さん使いづらい、うん、特に言いそうなんか。坂井さん3個になってほしいか、うんうんうん、ごめんなさいです。坂井さんリーチだから結構喋るじゃないですか、はい、ちょっといいっすよ、聞きますよ。愚痴。ああ、坂井さんは。いや、いや、いいっすよ。逆転に申し訳ました。いいそう、来ちゃった。これ止められないと思うんですよね。聞きますよ、ここは。そうですね。いや、いい先生も。あの収録やって番組の、はい、マージャン番組ですね。マージャン番組の、はいはい。勝った後に、はい、頑張りますって、こう、論。喋る人がいるんですけど。1300です、はい、最後はリードミヤが綺麗に終わりました。そうですね、はい、青山さんも、まあ、またプラスですよ。あら、え、すごくないですか。そうですね、4連続プラス、まあ、ワントップ、3、2着、3回2着すごいんだけど。いやー、すごいですね。結構優秀な成績だと思いますけどね、うん。はい、というわけで5回戦対局を終了しました。トップ取ったのは滝沢プロ、ありがとうございました。いやー、最初のね、カンカン攻撃の前の前行きましたね。よかったですね。坂井さんの席、思ったより良かったです。ちょうど変わり頃だったんですね。いや次の曲もね。次の曲もほら、ダブトンとウーマンの3個で、ね、強気にいきましたよね。あ、そうなんですよ ね、 ね。あれでもやめんのがいいですかね、本当は。俺やりすぎだって言っちゃいました。やりすぎかもしれない。でも8000オルまで狙ったってことですね。そうです、そうです。あ、はいはいはい、あれで一気にマイナス取り返そうという感じで言っちゃったんですが、まあ、あのちょっと青山さんがまたそれで漫画上がったじゃないですか、はい、若干不安でしたよね。そうですね、また同じ展開がみたいな。いや、今回キッチンに来たで、おめでとうございました。ありがとうございます。そして青山さん、はい、2着、はい、またプラスです。すごくないですか、この成績。すごいっすよ。嬉しいです。だってオールプラスでしたっけ。2、そうですね、全部プラスです。すごいよ。あ、そうなんですか。だってチーソー泣き忘れてるのにさ、結果いいバーミンが飛んできて上がれるってさ、相当すごいですよ今日は。そうです、うん。でもその上がった後に魚拓さんの顔が見れなかったみたいな感じで、あー、ちょっとね、ピリピリしてましたね。ですよね、現場は、はい、現場は、はいはいはい、あっち向いてますもんね、2人、うん、大御所2人。まあでもすごいっすよ。順調な前半戦、これはちょっと僕も危ういです。いやー、後半戦楽しみですね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、そして3着がダンプさんに会ったんですか。ダンプさん、ダンプさん、あの、はい、ダブトンの統一落としのね、ダブトンとダンプ混じってるけど、なんかダブトンですけど、ね、あれ痛恨でしたよね、坂井。いや、もうしょうがないよね。あそこは、ね、まあしょうがないです。あ、はい、いや、これ統一落としあるんじゃないかって言ってたんですよね。したらやっぱ
ね、なっちゃって。そうですね、もう巡り合わせ的にしょうがないかなと、はい、しょうがないですね、はい、はい、まあ大丈夫です。6回戦以降で、はい、ハイパイ悪かったり、ツモ悪かったら次から混ぜて入れましょうか。えっ、おまじない、おまじない、いやもうずっと手が入んないのはちょっとね、僕も見てて忍びないんで。はい、全然ですね、はい、弦を変 変えましょう。はい、はい、お願いします。はい、そして4着、魚拓さん。俺もう人の不幸しか楽しくないですよ。あのこの曲で唯一笑ったのはあのダブトンの統一落としでロンって言われたあそこの瞬間だけです。いや、めっちゃ笑った、めっちゃ笑ったわ、ね、すげえおかしくてダセーなーって言って。いやー、そんな笑ってらんないですよ、木村さん。いや、ね、まずいっすね。どうすんすかこれ。いや、俺ほんと本来だったら、うん、帰ってんすよ。2万置いてここで。もうだけど、あの滝沢さんが珍しく愚痴をこぼして、うん、その答えが出ないまま、うん、今終わっちゃったんで。あ、なるほどなるほど、まあ、そこは聞きたいんで、まだしばらく、まあ、もう次までは、次まではまあ言おうかな。わかりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、5回戦トップを取ったのは滝沢プロでした。おめでとうございました。YouTube の自分の動画見て笑えよ。笑うよ。最悪な変じゃん。仕事中に。まあお互いね、手さんの嫌なんでしょうね。みんな潔癖そうな感じが、ね。そうですね。じゃあ喋る。だって滝沢の愚痴聞きたい、愚痴聞きたい。ああ、愚痴教えてください。収録して結果が分かってるのに対して。いや、まずいよ。ダンプにトップ取れたらまずいって。俺何も、ほんとまずい。今回は結論末が分かんないや。お願いします。告白する時も、あーデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ